最後の力は凄まじかったの。しかし俺はもう一度ミラの元へ向かいます。そうね、頼んだわよ。あなたはゴハン君たちの方ね。すでにフリーザとの戦い、さっき空が暗くなっていたから歴史通り。いやいや、フリーザも本気を出してくるじゃろう。状態か。小さくなってさっぱりしちまって迫力が。大君たちが実力を判断するなといういい日本だ。ずっと可愛かったぜ。ちくしょう。せっかく苦労させたドラゴンボールで狙い捕らえてしまったのに。すまない。じゃあな、俺たちを助けられそうもない。約束でしたよ。地獄以上の恐怖を見せてあげる。真の力を見せたフリーザはただでさえ別格だというのとは。ちょっとこれ力を返したのか。もう少し時間がかかるはずだからの、頑張って立ち応えそうだぞ。貴様らにいいものを見せてやろう。なぜかお前勝つ自信があるというのか。まあおばさんによって恐怖のあまり厚みが少なかったのか。今のうちにそうやってニヤニヤしている。ここにいるのは貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。相変わらず循環が必要な。なっちゃったようだ。ちょっと反応したら踊るのか。遅くなったらすまん。あとはオラが何とかする。かかっと。あいつだ。フリーザだ。サイヤ人の星。惑星ベクトル。しやがった。だ、頼む。フリーザ。フリーザを倒して。ベジータ。まだくたばってなかった。しぶといやつだったよ。しつこいやつだね。さすがにちょっとムッとくた。オラもだ。ウォーミングアップはこれくらいにして、そろそろその気になろうかな。なんだね、ちょっと頼まれてくれるか。今からしばらくフリーザを引きつけてほしいんだ。やるしかねえんだ。どうした？貴様の力はそんな程度じゃない。
一匹もおらず生かしては返さんぞ。やめろフリーザー。ゴッドーサンザーク怒ったぞ。ちょっとでも残ってるうちに、とっとと消えるんだ。はい、お父さん、僕は待ってる。元気なお父さんの姿、待ってるよ。お前はもう謝っても許さないぞ。何者だ。とっくにご存知なんだ。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。今度は死ぬかもね。激しい怒りによって生まれる伝説の神、スーパーサイヤ人。ゼットメイ。少しはマシな動きができるようだな。おし。パワーを抑えすぎたか。星の爆発に自分も巻き込まれるのを恐れたからだ。しくじったな。この後に及んで身の安全を図る。やはりお前は甘い。お前は このクーラーは弟のようにはいかんだよ。フリーザの暗記だと？どうなっとるんじゃ。さっきまでこんな奴はおらんかったはず。まるでおらんかったはず。とは別の歴史から消えてきたんだわ。俺たちの時代用にドローンを使った奴にもあるから守りを死にしてやる。こいつがお望みのフルパワーだ。さあ始めよう。ええとこ片付けよ。ビッグバン。やった！
あのガキたちの演出を脱出する。俺たちがそれを見逃すと思うかな。時間かかるんですよ。それはない。貴様は死ぬ。俺からここで、でかい口の利き、そこまでだ。黙らせてやるぞ。この星もろとも消さってやる。助けてもらったな。ただ最後の決着は俺につけさせて。リキュウ、それが限界だとしたら、とんだ期待外れだ。クーラ、仕留め損ねたか。追ってください。あのフリーザー相手に戦って無事に帰って、お疲れ様。しかしクーラが出てきた時は、ええ、トアとミラのやつ、あんな俺たちを引きつけている間に独自に動ける連中をすか。ああ、お前もが、あれ、あの子はミラを追ってもらいました。あいつらが未来から現れた俺たちの敵。あいつの力は底知れません。まだあなたではかなわないでしょう。いずれ戦うことになると思いますが、くれぐれもち。ま、今回はゆっくり休むとええ。
sun lay so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the